はい。では、あの、時間になりましたので、ただ今からあ、シンポジウムを開催してまいりたいというふうに思います。えー A、独、米、中、韓、日、6カ国のシンポジウム、増えるプルトニウムと、6カ所村再処理工場、核燃料サイクルの現実と、東アジアの安全保障の2日目を開催いたします。 え本日も、なんと日曜日の朝という、一番人が集まりにくいんではないかというお時間にもかかわらず、たくさんの方にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。えー、私、本日、総合の司会を担当させていただきます。今回の主催であります、新外交イニシアチブ、ND なんていうふうに呼ばれていますけれども、代表しております、弁護士のサルタ・サヨと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、今回ですけれども、2日間にわたって、6カ国からのご専門の方にご参加をいただき、日本の核燃サイクル問題を議論をしております。この、ま、原子力発電所から出てくる資源なのか、これを核のゴミというのか、ま、両方これを言うことで、ま、立場は分かってしまう、その問題ですけれども、 今回はですね、地元に与える影響、ローカルの視点というところからと、安全保障を含むそのグローバルな視点という、グローバルな視点、ローカルとグローバル、この両方の視点で議論をしていきたいというふうに考えて開催をしております。1日目でありました、昨日はですね、国際的な流れを、そして日本の中でのこの間の動きというものを整理をしていただいた上で、その後、ローカルな視点から、 青森現地の支店。日本では六ヶ所村再処理工場が位置しているのが青森県ですので、青森からの支店と。それから、ドイツとイギリスからの専門家をお招きしまして、 再処理から撤退をしたですね、2か国の経験から学ぶということでお話を進めてまいりました。大変な、大変貴重な知見を得られ、また日本もどのようにそこから学んでいくかということをしていきたいな、なんていうことを思いながら、1日目を終えたところでございます。で2日目の今日が最終日になるわけなんですけれども、安全保障の面、プルトニウムの蓄積という問題についてを中心に議論をしていきたいというふうに思っています。 まず最初にですね、それぞれ4名の方からプレゼンテーションを20分程度いただいて、その後にディスカッションに移ってまいりたいというふうに思います。まずはじめにですね、シャロン・スクワッソニーさんからお願いをしたいと思います。 え、シャロン・スターソニーさんは、ジョージ・ワシントン大学の教授をされておられ、これまで国務省の軍部、軍事管理軍局、あるいは、米国の議会図書館、議会の調査官をされたり、カーネギー国際平和財団の研究員、CSIS といったところで研究を続けてこられました。私もアメリカに、 シントンに来ました際に、昨日登壇をなさった大阪政治議員のですねシンポジウム登壇したシンポジウムなんかの開催でご協力をいただいたりして、本当にいろいろこの問題ではお力をお借りしてきた方で感謝しております。では、シャロン・スクワッソンさん、よろしくお願いいたします。どうううもありががとうございますこのように参加ができ 大変光栄で喜びを感じております。特に素晴らしいパネルトの皆さんの中に入れていただいてありがたく存じます。スライドを用意しましたので画面共有をします。まず最初に全体像をお話ししたいと思います。ご存知かと思いますけれども、 過去を振り返っててままず歴史から見てみたいいと思いますご存知の通り原子力はどうしても、えー、軍民容量になるものです。分裂性物質すなわち濃縮卵それから分離したプルトニウム、えー、これは、えー、民生用と軍事用両方の目的があります。えー、場合によっては、えー、このより兵器に向いているというものもありますけれども例えば 高濃縮ン、すなわち濃縮度が90%を超えるもの、それからプルトニウム240、それから241を含有したもの、ここにあの表を載せましたプルトニウムの,この放射性同位体についても、ここに書いた通りです。 で全てが軍民容量ならどこで線を引くかという問題が生じます。で、えー、燃料サイクルの中でもよりリスクの高いものもあります。そういうものについて、えー、製造をやめるのか、貯蔵をやめるのか、あるいは使用を禁止すべきなのかという問題があります。75年前に戻りますと、 核兵器が開発された直後以来、1946年、アチソン・リレリンソウル報告書という画期的な報告書が出ました。核燃料サイクルを検討して二つに分けました、まあ。オッペンハイマーも、えー、このパネルパネルに入っていたんですけれども、安全なものと安全でないもの活動に分け。 わけです安全なもすなももののはとといいまますすろん入っていますこれだけ歴史を今振り返っているのはなぜかといいますとこのように首都は変わっているというのはわかると思います。1946年当時は、えー、放射線、等位体それから小型の研究用の炉、えー、それから、えー、この民生用の炉でも、えー、このいわゆる編成した この核分裂性物質を使った発電用の量、これはすなわち低濃縮グラン、あるいはプルトニウム、プルトニウムも入っていたわけですが、これは全部安全な活動と言われました。で、ここに保証措置をかければいいと、すなわちモニタリングをすれば大丈夫だというふうに考えられました。では、安全でない活動は何かと言いますと。 いいいろんなもののがが入入っっててまますすウランの採掘精錬が入っています今日分かっている通りウラン採掘、精錬はモニタリングされていません。それからウランの濃縮、増殖炉、すなわち高速炉です。プルトニウムの生産がこの消費よりも多くなるものです。それから再処理、工場でこの使用済み燃料を分離するところ。 それから核兵器の研究開発活動もまあ当然あります。安全でない活動と言われました。アチ,オンアチソン・リレンソール報告書では、国際的にこのえ安全でないものを多国間で、えー、扱おうという考え方がありました。で、この報告書は、え特に多国間で、えー、原子力エネルギーや それからまた兵器の管理をしようという点ではよく覚えられています。そして核兵器を数を減らそう、そして拡散を減らそうという考え方があったわけです。でも、この報告書は確かに正,正しいところもあった、しかし間違っているところもあったわけです。すなわち、核兵器というのはどうしても魅力を失う。 国家にとっては常に魅力に魅力的なものに移るわけです。その指摘は正しか正しかったのです。で、この当時というのは広島長崎への原爆投下の1年後のことですから、でこの予測は正しかったわけです。それからさらに膨大な殺殺努力がどうしても必要となるであろうと予測しました。そうでなければ。 核原子力エネルギーの平和医療平和使用だけに限ることはできないだろうと予測しました。で、しかし、同時にそうした膨大な殺殺は無理であろうとも認識されました。で、そういった考え方があったからこそ多国間で核燃料サイクルのほとんどの部分は管理すべきだという風うに言われました。 でまあ、非常に楽観的な見方だったわけです。ただ、非常に間違った指摘もこの報告書にはあったわけです。すなわち分裂性物質の変性という点です。変性して、えー、兵器に使えなくなるということは結局、それは誤りでした。お存じのとおりだと思いますけれども、えーこののね、分裂性物質にはも,もちろんいろんな種類はあります。で、やはりこの忘れられた教訓がの一つはこれなわけです。 で、その以降、何が分かったのか。プルトニウムは編成することはできないということです。原子力級の、えーえー、発電用のプルトニウムも、えー、このお爆弾にも使えます。これは、えー、アメリカが実際に実験しました、えー。もちろん設計上で多少工夫が必要かもしれませんけれども、それからさらに50年前ですけれども、国家機条約 NPT が成立しましたけれども、 でここで線を引いているのでしょうか何も、えー、線は引かれていません、えー、ウラン濃縮使用済み燃料の再処理備蓄などを禁止,禁止していないわけですで、そのわ,わずか4年後1974年にインドが核実験を行いましたで、そうしたら突然に、えー、原子力供給国の方はめ大変だと何、えー、とか歯止めをかけなきゃければ、えー、そして濃縮や この再処理を止めななければという考えになりました NPT には入っていないんですけれども、いわゆるこの原子力供給国グループというのができまして、今もこの国家グループは存在しています。で、その他にプルトニウムのリサイクルのコストというのは非常に高いということも分かりました。で、それを燃料にするコストも非常に高い。で、それからまた結局そうなると最終処分コストも高くなるということも分かりました。ですからプルトニウムを このックス燃料にすることはできるかもしれないけれども、しかし、そうやって作ったックス燃料は、より熱も高いし、放射度も高いと、懸垂量で作る使う普通の燃料よりもずっとこの危険だということが分かった、そして多国間で濃縮や再処理をするというユーロそれからユーロケミック、このヨーロッパの多国間の。 再処理のプラントですけれども結局これでも拡散問題の解決にはなりませんでしたユレンコの場合は、まあ、ご存知かと思いますけれども永久間というあのいわゆるパキスタンの核爆弾の知事と言われる人がここから情報を盗んだということが発覚しましたそしてその情報をこのユレンコから情報が流れたわけですで、現状はと言いますとイラン え現在の、えー、イラン核合意に関する交渉から分かるより NPT の規制がいかに弱いか脆弱かということが分かりました。で、そしてこのイラン核合意包括的共同行動計画ですけれども、やはり規制はもっと必要であるということが分かりました。こここのののののののイラン核合合意の中には、えー、このお備蓄の上限限そ、えー、そして、えー、濃縮の度合いの制限それから、えーこのお 遠心分離機の部品などい質を持てるかという条件は設けられていますですから一部バラバラに部分部分で見ればこの合意はまあ、いいものかもしれませんけれどもやはりシステムとして非常に弱いものであるということが露呈したわけですでそれからまた、えー、この宿乱最小限化をしようという規範が え作りが進みました核セキュリティサミットがこそこで行われましたしかし結局、えー、米英豪オーカスの中で、えー、この原子力推進、えー、潜水艦を提供するということになりましたですから結局、えー、ここに隙間があるということが分かりましたオノシクウランの使徒として、えー、この軍事目的だけれども 非爆発利用なわけです爆弾ではないけれども、軍に使われるわけです、軍事目標に使われるわけですから、結局、HEAU 最小限化の規範化といっても、結局、数年しか経たないうちに、今、危機にさらされているということが分かりました、それからプルトニウム最小限化のための国際規範はありません。国際的なプルトニウム管理のガイドラインというのはあります。 えこれはインサ a ク5 4 9という IAEA の指針ですけれどもで、これで民生用在庫の申告をすることになりましたけれども、えー、結局25年経ちました、これができてから。しかし、大体的な何かフォーマットがあって、それに基づいて情報が申告されているわけではありません。で、今日中国の話もあるかと思いますけれども、後から中国からの申告はまあほとんどありません。 でですすからやはりここも弱いわけですでしかし、まあ、日本は一方的に、えー、このお備蓄を増やさないという宣言はしました。まあ、それがうまくいっているかどうかというのはまた別の話ですけれどもで。さて、その日本、非常にいろんな意味で特殊です。日本は非核保有国でウラン濃縮、そして再処理をしている、えー、唯一の国です。 そして、えー、非核保有国であって、その中で大量のプルトニウム備蓄をしている唯一の国が日本です。えー、そしてプルトニウムを使,って使う計画はあっても、結局実現していません。えー、この高速炉、モンジュなどの,この失敗のためですで。こういった意味で日本は特殊です。まあ、日本の話を今、挙げましたけれども、こういった安全保障、セキュリティの問題についても、 これはやはり中国にも関係の話です。韓国にも関係あるし、北朝鮮にも関係あります。こういった国々がやはりみんなそれぞれプルトニウムの備蓄があるわけです。じゃあ、安全保障,保障措置が効いているかどうかということになるとどうでしょうか。簡単にですけれども、日本はこの歴史的にこの透明性確保を91年からしてきました。余剰プルトニウムを持たないという方針を採択しました。94年には この分離プルトニウム使用済み、燃料中のプルトニウムについて公表すると、97年にはこの IAEA のこのプルトニウム管理指針に参加しました。などなどです。少しずつですけれども、政府の関与も強まりまして、より指導者に対する、事業者に対する指導を強めておりますし、そして鈴木さんから。 もっと専門家なのでご存知だと思いますけれども、きっと詳しくお話しいただけると思いますけれども、2018年にやはり重要な政策として、初めてこう言ったんですね、プルトニウム在庫を減らすとで、そのために需給バランスを確保するという宣言を行いました。あと残りの時間ですけれども、少しアメリカの方に目を向けて。 アメリカのがどういう立場を取っているのかをご紹介します。ご承知と思いますけれども、バイデン政権になって、非常にアジアに焦点を合わせています。原子力推進という意味では、オバマ政権より進みました。でも、トランプ政権よりほどではありません。で、日米間では、この、えー、次世代型、えー、あるいは原子力推進の長い協力の歴史があり、 最近では日米気候パートナーシップが結ばれてその中で次世代型原子力協力で協力するということも入っています。でこの略語ばっかりになってしまいましたけれどもエネルギー省の中ではやはり一種の緊張感があります。それは原子力エネルギー推進側とむしろその結果を恐れるこの国家安全保障局との間にこの 緊張がありますこれは元サンディア研究所のトップをしていたジル・フルービー局長が核セキュリティ局の局長です。それから、えー、このコーリー・ヒンデスティンというこの次長がいまして、n n 生で不拡散を担当しています。で、この側が一方である。で、この人たちは日本によるプルトニウム大量備蓄と再処理を警戒しています。で、でも原子力局というのは、 実際には再処理は、えー、次世代型炉に再処理は有用と見ています。ですから、えー、この、えー、再処理については、これまであまり関与していなかったけれども、えー、しかし、えー、次世代型、えー、原子炉ということでは、えー、進めたらいいんではないかという動きもここではあるわけです。でここでは 議会についてですけれども、えー、日米原子力協力協定がありますけれどもで、議会に関してはほとんど役割を果たすことはできないように、で役割はありません。で、このお無期限延長になったことで、議会の公式や役,役割はありません。だからといって、えー、議会が無関心というわけではありません。日本の行動プルトニウム再処理に関して、 日本のやることによって、他に影響が出るんじゃないかという懸念はあります。まず、米韓原子力協力協定への影響ということに敏感は性はあります。それから、防衛安全保障面ですけれども、バイデン政権でも、それからまた議会でもそうですけれども、非常に中国の動きに敏感です。この原子力核に関する近代化についてです。そして中国は えこの備蓄が3倍になるのではないかという予測もあります。まあ、その前提としては、中国がえ大量の,この分裂性物質をえ抱えているかじゃないかという前提です。で、これを使って、この高速炉、増殖炉に使うんではないかと考えられています。ということで、この議会から見ると、 まあ中国の動きを見てみると、でそして日本はというと、プルトニウムを大量備蓄している、そして潜在的にはまあ韓国、それから北朝鮮で、この北朝鮮もこの備蓄を増やしているんじゃないか、そうするとじゃどうなるかとで、それからまた北朝鮮については、日本でプルトニウム備蓄を増やしたら、 じゃあ、地域の安全保障がよくなるんだろうか、それとも悪化するんだろうかということをやはり北朝鮮を睨んで考えなければなりません。で、これが私の最後のスライドになります。あとからまた、えー、この、じゃあどうしたらいいのかという話は出るかと思いますけれども、簡単にです私から。 他の皆さんにもご参考になる話になると思いますが、ご紹介したいと思います。やはり東アジアで日本はリードしうると思います。で例えば中間貯蔵施設の建設を進めるべきだ、それからまた処分場、最終処分場の前進を進めるべきだという話をいろいろ各方面から出ています。地域ベースで再処理のモラドリアム一時停止をすべきではないか。 それからまたプルトニウム管理については多国間で扱うべきではないか、それからプルトニウムの所蔵権をスワップして、そしてプルトニウム消費を加速すべきではないか、でそれからまた最後ですけれども、日本は、えー、本当の意味で供給を制限して、 需要に見合うようにすべきではないかそのためのリードをすべきではないかと言えると思います私からは以上ですそれではタルタさんにお返しいたします ありがとうございます、シャロンさん。大変あのアップデートされた情報で、あの私も非常にあの既に勉強をたくさんさせていただきました。あの日本、日米の原子力協定2018年に無、まあ、期限延長という形で自動更新になったんですけれども、まあ、その前にですねあの、まあ、日本はプルトニウムの量を まあキャップ制と言い切ってはいけないと言われますが、まあ、一応、上限、これ以上増やさないということを決めまして、えー、まあその前にはですね、えー、まあアメリカ議会で、えー、まあエド・マーケー議員が質問したりと、減力協定、このままでいいんですかということも質問していただいたりということも、おまあ直接、間接か分かりませんけれども、まあ、大きな影響があったのかななんていうふうにも言われたりもしているので、えー、まあ韓国の問題についてもそうなんですけれど何かこれから意思決定を議会がするということ自体はあまり多くないのかな と思いつつですが、あそういったこう、何せアメリカの議会で何かを審議されるということ自体が日本では非常に大きな影響力もあるので、えー、そこはまたあの関心、意思関心を一致できるようなです、ね、問題意識を共有できるような方々とは、あの専門家、議会問わず協力していきたいななんていうふうに思ったりもしています。はい、続けてはです、ね、韓国に移りたいと思います。 えー、関常民さんです。えー、原子力コンサルタントということで今ご活躍させておられますし、えー、国際核物質専門家パネル、いわゆる IPFM ですね、のメンバーでもいらっしゃいます。もともと NRDC、アメリカ自然、えー、資源防護協会の上級研究員ですとか、韓国原子力安全委員会の委員長もお務められて現職に至っておられます。では、関常民さん、関純民さんです、ね、どうぞよろしくお願いいたします。 では皆さん、サルタさんをはじめ。本日はありがとうございます。ご紹介いただきました。誕生日と申します。本日は韓国での鑑識再処理の技術についてお話ししたいと思います。韓国では再処理の施設というものは存在しませんが、これから 日本とと同じ権利を求めているというのが現状ですそれを踏まえまして、韓国は再処理の技術に向けた、まあ、20年間ほど追求をしているという状況で、それは乾式再処理というパイロープロセッシングという技術です。これはケアリーが開発しているものです。 こちらの地図あの図の方は韓国での原子力発電所の地図になります。特に東海岸と西海岸では24基の原発が稼働しています。そしてそのうちの4基の新規建設もされています。25年までに予定されています。こちらの図は韓国で。 設備されてていいるる原子力発電のの量を示しているものです1978年に始まりましたが、実は今もこの原子力発電所が新しく4基も建設されていまして、2022年から25年の間に始まる予定です。その後の新しい原発は予定されていませんので、その後また 減っていくことが予想されています。2080年までの予想という、まああの、次の図になっています。この設備量に関してなんですけれども、やはり使用済み燃料が発生されます。その量に関してなんですけれども、韓国では、まあ、あの特に1ギガウォットアワーの方が 20トンの使用済み燃料を発生させています。つまり40年も稼働すればそれが800という数字になります。そして合計で言いますと、韓国では20あ2万7千のヨットというのがありますので、それはこのような数字になります。それと同時に、 あのキャンドゥというあの原子量もありますが、そちらの方は年間では約100のものになります。100×30、30年間も稼働されたという場合は3000という数字になります。そうなりますと、合計ですと1万2000トンという数字になります。ですので、合計で言いますと、まあ、約4万トン。 という使用済み燃料が発生されるという数字になります。では、鑑式再処理というパイロプロセッシングという技術なんですけれども、こちらの,あのプルトニウムを分離するというための,あのものになります。使用済み燃料から分離させるということなんですけれども、こちらはアルゴン国立研究所 ANL が開発されたもので、84年。 に開発されたものですキャーリーという韓国原子力研究所が、まあ、この技術を少しあの、まあ、あの更新をして90年以降に少しあの変えてきたんだけれども韓国原子力研究所がこの,この方法での最初利用を始まった時にこのような主張をしていました。今世紀末までに使用済み燃料の食料は 11万トン上回ると推定されていますこのような大量の使用済み燃料を処分するために必要となる地下処分場は80平方キロメートルにも及びます。それだけの広さの空き地を韓国で見つけるのは極めて困難でしょう。そこで韓国は使用済み燃料を乾式再処理して高速路でリサイクルすることでその体積と 熱負荷を劇的に減ら,し減らすことができます。そして、使用済み燃料を使用する将来の処分場、そのような処理をしない場合に比べて、100分の1までに縮小できるでしょう。発生する放射性廃棄物は30万年ではなく約300年で天然裏のレベルまでするでしょう。加えて、 乾式再処理の生成物は熱と放射線量が高すぎて核兵器に使用できないことから核拡散抵抗性もあります。これが韓国の原子力研究所の主張でございます。 でまあ、ケアリー研究所が、まあ、プロパガンダというようなあの宣伝を展開しているわけなんですけれども、例えばこちらのスライドにあるものがそうです。このような形で使用済み燃料の原料が20分の1に以下になるということです。そして毒性もこれだけ減りますよという主張です。こちらの図は、韓国原地力研究所の その乾式再処理のプロセスを示している図なんですけれどもこの使用済み燃料を超えたような形でまずその,あの金属製に変換していくということになりますそしてその性能が図というものがそこから電気生成というプロセスなどを通して分離プルトニウムそ,そして それ以外のものが分離させるということでナトリウム冷却高速炉のための燃料が作り出されます。このプロセスを通じてもちろん廃棄物放射あの高レベルの廃棄物も発生します。でこちらの 方法というのは90年代の後半、そして2000年の初めの頃に始まったわけなんですけれども、まずは研究開発が90年頃から始まりました。そして第二段階というフェーズ2の方が、まあ、その電気生成の,あの基本的な調査が始まりまして、2006年には韓国原子力研究所とアメリカのパートナーシップがなされました。国際原子力エネルギー,パー トナーシップ GNEP のもとで鑑識再処理とナトリウム冷却コースのパートナーシップに合意されました。そしてその後韓国の,、まあ、あの国の政策となりました。こちらが研究所の以前の計画を示しているものでございます。こちらでまず最初は高速炉を 2030年に始めるという計画がありました。エセファロ150メガウォットのものという計画でした。そしてそのための燃料なんですけれども、これを鑑再処理で作り出すという計画となりました。2020年から始めるという計画になっていました。 それ SFR に使うという予定がもともと当初の韓国原子力研究所ケアリーの計画でした。しかしそれを実現するためには達成するためには、まあ、その一つの目標はその放射性毒性を低減させるという目標だったんですけれどもその PWR の使用済み燃料 のその毒性を1000分の1に減少させるためには1機につき高速路を2機以上設置しなければいけないというような計算になります。それをするためにはやはり何百年も運転しなければいけないということになります。そのような状況を考えますと、韓国での PWR の,の考えますと、 12、または13基ぐらいの高速路が必要というふうになります、達成するためには。ですが、やはりこの鑑識再処理の効果のというのが、フランクフォン・ヒッペル教授に的確な説明がされています。布団にも分離して利用するということは、経済的にも全くロジックがありません。 またその分離して核分裂させても使用済み燃料を地層処分するリスクが大きく低減することもありません。また核兵器に直接的に利用することもできる物質であります。ですので使用済み燃料に入れたままにして自動処分する方がいいというふうに説明されています。この地層処分場の面積をするという研究所の研究所の 予定というのはセシウム137そしてストロンチウム90の90%以上を崩壊するまでに地上保管する必要がありますそして次あのキャンドゥの使用済み燃料の方なんですけれどもこちらもあの直接地層処分をするという 計画になりますっていうのは、崩解熱の放出が少ないというのが理由です。ですねどちらにしても韓国は直接処分の場所が必要になります。キャン d u の使用済み燃料、そして高レベルの廃棄物の処分場として必要になります。もう一つはですね、あのこちらの乾識再処理は研究所の主張によりますと、 核拡散抵抗性があるというふうに、まあ、主張されてるんですけれども、それも誤りであります。核拡散抵抗性は、まあ、あの少しはあるかもしれないんですけれども、本当にごくわずかですで。こちらの報告書があのアメリカのエネルギー省、そして6つのアメリカの研究所が 合同で出した報告書なんですけれども、この抵抗性がないというふうに証明されています。この論文では、現在、関心が寄せられている特定の再処理技術の最適な核拡,拡散リスクを評価した結果であります。この評価では、p u l ク x 技術と比較して、この3つの代替再処理技術、つまりコーエクス、ユレックス、そして鑑識再処理、分離プルトニウムを生成しないことによる 核不拡散上の利点に焦点を当てているというような内容になっていますがその結果としては既存のピュレックスと比較して核拡散リスク低減にわずかな改善しか見られなかったということです。これらのわずかな改善は主に非国家主体に適用されますというのがこちらのアメリカからの報告書の結果となっております評価になっています。 ですので、国家にとってのリスクを考えますと、まあ、一つの国家がこのような形でプルトニウムを分離、させて乾式再処理という方法で行えば、まああのまあ、簡単なものではない、あまりないということになります。そして で2015年には長い交渉を経てアメリカと韓国は新しい、まあ、妥協にあの至ったわけなんですけれどもこの中では共同の燃料サイクル研究を10年間するというふうに決めました。それを2022 一年に完了して、その時点で協定の改定をどういうふうにするのかという協議をするということで合意をしました。でその間、韓国のデジョンというところでのあの施設で、あのまあ限定的に実験を始めるということにも同意をしました。ですが、あの2017年に その第一段階の改善計画が地元の強い反対によって断念されました。このアメリカと韓国の間の共同燃料サイクル研究の方は2011年の4月に立ち上げられまして、今年2021年に終わったところです。その主な使命というのは国際パートナーとともに使用済み燃料管理に向けた 電気化学リサイクルとその他のオプションによる技術、経済的実現可能性と各不拡散上の可能性について共同で評価をするということでした。でその結果の方なんですけれども、この研究は 韓国の科学部の発表によりますと、まあ、この発表は今年の9月1日にされたものですが、アメリカと韓国両国は、正式にこの報告書の,、まあ、あの結果を承認したというふうになっています。報告書の中には技術的、そして経済的な実現可能性と、核不拡散上のあのことが記載されているということだったんですけれども、報告書の内容はまだ公開されていません。 現時点では最近は特別に鑑識再処理検討委員会のメンバーだけに公開をされましてその中で韓国政府に対してこの鑑識再処理を続けるべきかどうかという提言も含まれているというふうに言われています。でそんな韓,国、まあ、韓国政府 に対してまあどのような勧告をするのかまあポジティブな結果としてあの伝えるというふうに言われています。しかし私が確認できた情報によりますとアメリカ政府が最終的にこの報告書をまだ承認していないというふうに聞いています。この監視再処理に関してなんですけれどもこれはアメリカの専門家とも。 あのー、最近確認したところです。なので、これについてかなり疑問を持っております。韓国政府がこの報告書の結果を受けて、まあ、何か事実を隠しているのではないかという疑問を持っております。では、この形以外に、韓国原子力研究所がもう一つ開発されたモデル。 というものが、まあ、その処分のシステムというのがあるんですけれども、こちらがその一つの図になります。研究の詳細、あの直接処分に関するものなんですけれども、2キロメートル ×2 キロメートル、そして地下500メーターの場所にある地層処分のものです。でここは2万トンという量の あの使用済み燃料を保管するための、まあ、処分するためのものそして1万6千のキャンドゥの再処理あの使用済み燃料というものになりますこの冷却期間なんですけれども30年以上となっていますもしこのような施設が開発されることができれば2万よりも 多い量を処分するることができるかもしれませんもう一つ、k アリー韓国原子力研究所が開発されたシステムの変更というものがありました。でそれはその2層になっている2つのレイヤーで処分,処分をするシステムであります。そのような形であれば、あの蒸気の量以上の 使使用用済み燃料をすすることが可能になります私の結論の方なんですけれども、まず韓国の研究所による鑑識再処理の,、まああの正当化の根拠は、使用済み燃料の体積、熱負荷、毒性を低減するということなんですけれども、最終処分場面積と毒性を低減し、韓国内で受け入れる、まあ、可能にするというのが ケアリの主張ですしかしそのようなことを採用しても韓国には高レベルの放射性廃棄物とカンドゥの使用済み燃料のための地層処分場がそれでも必要になります。乾式再処理をすればその核拡散やテロのリスクを悪化させることになりますし非常に膨大なコストもかかります。韓国の廃棄物の処分システム は国内の PWR、そしてキャンドゥから排出されるすべての使用済み燃料を使用することが可能です。ですので、韓国では使用済み燃料の管理には乾式再処理は必要ではありません。以上です。ありがとうございます。はい、えー、貴重なお話、ありがとうございました。こちらも非常にアップデートされた情報がたくさんだなというふうに思って、えー、の伺わせていただいておりました。 あの、特にやはり日本の関心で言うと、先ほどのアメリカのシャロンさんのお話にもありましたけれども、まあ、日本がこう最初に固執するあまり、韓国がその日本を指さしながら、あ日本がやってるんだからに、あの韓国もいいじゃないかというようなことで、まあ、2015年の米韓の原子力協定がまあ結ばれていったという,ような経緯もあって、まあ、あのご報告にあったように10年間の期間がまあま、あの今の これまでの研究ですね。2022年まさに今年完了して、この後にまた進んでいくという流れの中で、まあ、日本が再処理していることが韓国の再処理も進めてしまっているというような。 まあ影響というものもあるのかなというふうに思ったりもしましたので、ちょっとまたこの後ディスカッションでそのあたりもお話ができたらいいのかなというふうに思いました。ではお次には中国に移っていきたいかというふうに思います。中国からはですね、今場所としてはアメリカにいらっしゃるんですけれども、クイちゃんさん、日本語風に言うと、 ジャン・フイさんになるのかな日本は名字があるなので、ジャン・フイさんにお越しをいただいております。アメリカ・ハーバード大学公共政策学院のベルフェア科学国際問題センターの原子力管理プロジェクト上級研究員でいらっしゃいます。またそのプロジェクトの中で中国核政策に関する研究リーダー務めておられるということで、今誰もが注目をする韓国、ごめんなさい、中国の 各政策に関する研究のトップを走っておられる方です。では、藤井千春さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。こんにちは、あるいは、こんばんは、皆様。<laughs> 中国のプルルトニウムリサイクル計画について今日お話します中国の再処理プログラム、それから高速炉のプログラム、そして、民生用プルトニウムの生産量、そして、高速増殖炉での使用量の見通しについてですで。ご承知の方もあるかと思いますが、中国は今、 原子力開発という意味で世界でもトップを走っています。先月2021年11月の現在ですけれども、この稼働中原子炉51基です。さらに18基が建設中です。新しい第14次5カ年計画。 今年3月からスタートしていますけれども、その中で政策として、2025年までに70ギガワット創業とするというふうに盛り込まれています。で、専門家の中には、中国は2030年までに設備容量を約120ギガワット、2040年までに200ギガワットになるであろうと。 いいう人もいます原子力でですですから、えー、数十年後には、えー、原子力発電所の稼働数で世界一になる見込みです。ねえー、2027年とか、あ日は2026年頃には、 おそらく世界一になるのではないか、アメリカを抜くんではないかと思われます。で、このように原子力開発を進めて、えー、原発増設をしているわけで、では、えー、使用済み燃料をどうするのか、再処理すべきだろうかという結論が求め決断が求められているわけです。で、この実際に再処理計画は中国では80年代の半ばから、 推進してきましたで現在パイロットプラントが動いていますこれは処理能力年間50トンです2010年からですけれども、えー、動いてますけれどもうまくいっておりません最初はホットテストがうまくいきますけれども2019年前代でもうまくいっていないのではないかと言われております、えー ただ、このお店用のプルトニウムの在庫は2019年までに少なくともこの500キロに達したのではないかという見方があります。で、2017年からこの2019年の間のパイロットプラントが通常に運転して、 いでこの、このように、えー、この国際的な、えー、この国、えー、安全保障措置とどうなるかといいますと、これは、えー、軍事用の最初の構造に、えー、隣接しています、小型のありますけれども、これはもう閉鎖されています、で87年にで、それからもう一つも閉鎖されました。 それからあープロトニウムの、えー、これは87年ですけれどもこの区画も閉ざされていましたでそ。しかしこの民生用は、えー、このような立地なので、えー、こ,のこれまでは十分に、えー、この補償措置のもとにありませんでした。でこれは えー、このおサイロット施設における民生用プロテウムの分離量ですけれども、2010年から19年までの間です。で、えー、これ以外は、えー、報告がありません。で,ですから、このように民生用のプルートニウムが国際的な専門家から見ると、これだけのおことしか分からないのかという懸念があるわけです。で、それからまた、えー、さらに、 2基再処理実証プラントを、えー、このお作るとおいう話ありましたあになっていますで最初のプラントはえさいこのお原、えー、原発200基というこのお計画もあったわけですけれどもしかし最初は全然このお場所についての発表はありませんでした。 でこれはオープンソースと、それからまたいろんな情報をもとに、えー、このような情報をまとめて、今日お話しています。で、非常にこの砂漠の中の、鑑識場の砂漠の中にあるところで、えー、この四川のパイロット施設からそんなに遠くないところです。で、こういう写真です。 でえ人工衛星から撮った写真を見ますと、えー、第一再処理工場があって、えー、そして、えー、積極的に建設が進んでいる、そしてモックス施設がこちらにあって、この再処理工場のすぐ隣です、20トン、能力は再処理、えー、20トン。でそして 今年の初め頃3月頃だと思いますけれども、あるウェブサイトの情報によると、これね、第二再処理工場へのこの施設納入のためのこの動きがあるんではないかと言われています。ですから、すでに第二再処理工場についても、 えー、このおすぐ近く、ここまで進んで、そこまで進んでるんではないかという動きが、えー、兆候が見られます。で、いろいろな文章などに見ますと、それからまたいろんなウェブサイトを見てみますと、えー、2020年には、 の新たな段階に入って、えー、そして、えー、設備のお、えー、受注を開始になっているのではないかと見られます。で、いずれにしても、これは政府や、えー、中国核工,核工業講師、集団講師も正式な情報は出していません。でも、このように第一再処理工場とモックス 燃料施設の土木工事はもう完了しているのではないか、危機設断階に入ったのではないか、2025年には稼働開始かと言われています。で、それからフランスの、えー、アレバッと2007年から中国が交渉していまして、えー、年間800トンの再処理プラントを入れ導入しようとしています。で 2017年からこのビジネス面、商業面での、えー、2015年から、えー、ビジネス面への交渉に入ったといわれいますけれども、高蘇州の霊雲講師に立ちといわれていましたけれども、反対運動があって棚上げとなりました。ですから今の段階では、えー、この場所は、 どこも決まってないなわけですしかしこの CNNC 中国核工業集団講師これは中国の核燃料サイクルの大きな役割を果たしている企業ですけれども2020年頃にはすなわち昨年には建設開始というようなことを言っていました。でもその後サイトセン が全然進んでいないなあるいは少なくとも情報としてアップデートされたものはどこでもありません、えー、30年ごろに創業開始の予定と言われていましたけども、まあ、その見込みはないでしょういずれにしても、えー、同僚と、えーま、終盤とそれからまた、えー あの同僚とこの本を出しました中国の再処理コストに関する報告書です。で、この中で、えー、再処理コストを見積もりました。結論としては、再処理をした方が、えー、鑑識書像よりも早く、高く、はるかに高くついてしまうということであります。で、ここですけれども、 具体的に、えー、このお、キログラムあたりの再処理コストを見積もって比較しています。おそらく、えー、この2001キロあたり2000ドルぐらいになるんではないかというふうに見ています。最終的には。で、それからこちらですけれども、えー、この、 直接処分か、あるいはックスとして使用するかなどを比べています。で、この例えば、この800トンのプラントでックスを使うというこの低見積もりだとしても、やはり核燃料サイクルコストは3分の2増えるであろうと見ています。 でそれから低濃縮欄、直接処分するか増殖炉にするか比べても、やはり直接処分の方がはるかにローコストであるという見積もりをしています。それから2000年に中国の高速実験炉の建設を開始しました。で、運転開始以来、やはりトラブル続きで、 で非常に発電容量も実際には低いですで。2011年から19年、18年までの数字を下に上げましたけれども、えー、この設計容量に比べて実際の発電容量は、まあ、1%程度で非常に低いということが分かります。でしかし、にもかかわらず、 えー、再処理、えー、そしてさらに高速路を進めようという計算が、えー、計画があります。で、えー、CFR600 という高速路です、えー。このパイロットに基づいて、こちらのこの実証路に進もうとしていまして、えー、これは600メガであります。 で2017年にコンクリート脱設が始まりました。昨年には土木工事が終わって、えー、設置、えー、危機器設置の段階に入りましたで。中国のメディアについては、えー、この2号機については全然話がありません。で私としては、いろいろな他のデータを見るしかないわけですけれども。 いろんなウェブサイトを見ても、政府の文章などは、この2号機については何もありません。で、昨年の12月などまでよく分からなかったんですけれども、しかし、この昨年12月に2号機の建設が始まったということも分かりました。 でも、いずれにしても、2030年頃には、えー、運転が開始になるんではないかと見ています。で、これが2号機です。1号機と同じ設計です。で、補助施設は共有する形になっています。えー、昨年12月にコンクリート脱設が始まって、運転開始2026年頃。 ではないいかと見られています特に1号機の方、この中国とロシアとの協力に基づいています。で、初めてえこのロシアの燃料を初期倉庫に使って、その後モックスに移るということになっています。 でそれからさらに大型のこの商業ベースの CFR1000 という計画もあります。2年ぐらい前だったと思いますけれども、最終的に2020年に決めるんだと言われていました。実際にこのえさらに大型のコ、えースどに行くのかどうかを決めると。で、しかし、最近友人にもう一回確認して聞いてみました。北京にいる友人に聞いてみましたけれども、 今のところまだだと最終決断はされていないということでした遅くなっているようですいずれにしても計画はこのようにあります2028年には基本設計を終了する予定であると2034年に運転開始予定であるといったような想定ですで以上が中国の現状なんですけれども そこで、今後数十年間に中国が現在のこのような計画でいった場合に、プルトニウムはどのくらい蓄積されるんだろうかということを想定してみました。このように2030年、40年頃になりますと、このハイ、はい、というこの中国のシナリオ、えー、現在のプログラムでいった場合には、えー 2030年に20トン、2040年に113トンのプロトニウムが分離回収されるだろうという、まあ、大変な数字になります。で、それからローケースと、なわちこの非常にプロトニウム分離量が少ない場合でも、なわちその運転能力が想定の半分にとどまったケースでも、30年には10トン。 40年には33トンプロトニウムが蓄積されたろうと、軍事用のストックよりも多くなります。現在の中国のこの軍事用のプロトニウムの備蓄量というのは3トンでありまして、それでも大量の核爆弾が作れるわけですが、それが10トンとか33トンになるというわけですから、濃度が低くても大変なこの。 同ケースであっても大変な量となります。で、それでどれだけ使い切れるのかという問題があるわけです。で、それについて調べてみました。プラトニウム分離量が非常に少ないと、でそして年間800トンの再処理プラントはオープンしないという前提。そして、 あと2機についても能力が半分で運転してもやはりプロトニウムを一番たくさん使うシナリオに当てはまるよりも多い量のプロトニウムができてしまうということになります。で、この右で分かるとおり、この緑色のところです。これはローケースということでプロトニウムが。 の供給が少ないでも黒はプルトニウムの使用が多いというもので,で、緑色と比べても、は、え、る、ー、かに多いということがわかります。ですから中国はこの800トンの生産能力のある、えー、再処理工事は必要ないということがこれでわかります。で、このままですと、 えー、大量の原子炉級のプロトニウムが蓄積されてしまう、日本とフランスと同じくらいになってしまうであろうということになります。でそこで、中国の再処理とプロトニウム利用計画は、えー、このワンスルーよりもはもるかにコストがかかるということが分かります。えー、ですから、大型の再処理工場は建設は延期すべきで、 中間貯蔵のアプローチを採,採用すべきです。そして中間貯蔵は安全で柔軟性があるわけで、そして費用対効果が高いわけです。で、バンなどとの、それからアリソン、マクファーレン、こういった同僚が素晴らしい報告を中間貯蔵に関して出していますので、見ていただければと思います。 でそして国際的な懸念を解消するために中国は、えー、民生用プルトニウム在庫を、えー、適時に報告することなどプルトニウムリサイクル計画の透明性をより高める必要があります2017年以前のような状況に戻るべきです。でこれが、えー、この民生用プルの 在庫の報告が不十分だということで、国際的懸念が高まっていますので、でそれからまたえ、ブランケットで原子力プトニウム、原子力のプロトニウムを、えー、高速増殖量をブランケットに使用すると、ブランケット燃料で使用すると、えー、平気級のプロトニウムが作れると。 年間0.2トンですから、もっと透明性の方に、透明性をもっと対応すべきです。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。 はい、ありがとうございます。あの、中国でも広がってるんだなということがよく分かりつつ、あの、まあ、中国の関係することですとですね、核兵器の問題でも今、米中、まあ、それにロシアも絡んだ IMF の破棄とかですね、いうこともありながら、中国はこれから核兵器も拡大をしていくんではないかということが、まあ、あの、予想もされていて、まあ、あの、先ほどの最後のところですね、兵器級のプルトリム生成が可能であるというようなところもつながって、 ありながら日本ではちょっと安全保障とこのエネルギーの問題ってあんまりリンクした話することが多くないんですけれども国際的にはまたつながるということだなあということを思ったりですとかあるいはまあ原発が一番冒頭にアメリカでは原発が目100基ほどあるわけですけどそれを中国が数,数年のうちに塗り替えるというようなところもある中で。 あの、よくアメリカなんかでは原発推進の方々が、アメリカが原発推進室持っていない限り、こう西側諸国が、まあ、古い,言い方ですけど、西側諸国が国際基準を原発の分野でもう制定する能力を失っていく中国やロシアなんかが、まあ、その、 原発に関する国際基準を制定していくことが非常に危険なので、まあ、西側も維持しなきゃいけないみたいなことを言うことがあるんですけれども、まあ、いうこともですね、もし再処理を中国が進めていって、そのリーダーになっていったりすることがあるとすると、また最初理でも同じようなこう基準づくりの点で競争が始まり、それを理由にまた日本もやらなきゃいけないみたいな話にならないといいかなと。まあ、そんなようなことも、ちょっと安全保障の視点から考えながらお話を伺っておりました。 では、最後のパネルストになりますけれども、鈴木達次郎さんにお願いしたいと思います、えー。皆様、多くの方がご存知かと思いますが、鈴木達次郎さんは、長崎大学の核廃絶研究センター、レクナの副センター長でいらっしゃいまして、えー、以前は原子力委員会委員長の代理を務められ、また、あ今ですかね、国際核物質専門家パネル IPFM の共同議長、核科学者グループのパグオッシュ会議の表現、 えー、アジア太平洋核不拡散軍縮リーダーシップネットワーク APLN の理事も務めておられますでは鈴木先生よろしくお願いいたします今日の私のポイントはですねこの五つですあのまずですね日本の原子力政策の基本がこの再処理にあるというこれは変わっていない全量再処理という政策がですね六十年間も変わっていないというのは第一点 2番目はです、ね、ただ実態を見るともうあ、昨日もお話ありましたけど、全量再処理と言ってて、実は3分の1しか再処理してない。で、えー、使ったプルトニウムはわずか4トンで,です、ね、7%しか使ってないので、大量余っちゃったというのが現状であると。それでもなおかつ、全量再処理は変わっていない。三3番目はこれ、これも先ほどあの菅さんからもお話ありましたが、えー、高速増殖炉に使うはずだったのにですね、 増殖がまあ基本だったのが、最近はですね、えー、廃棄物の減容とか有毒,の有,有毒性の減少っていうのをまあメリットにしてですね、これをまあ理由にやろうとしてる、最初にやろうとしてるんですが、まあ、この根拠は弱いということをまあちょっとお話したいと思います。従って、今、あ最小類測出は全くなくてですね、えーまあ、これもよく言われたことですが、とりあえずまずです、乾式貯蔵をやることが大事であると。 将来は直接処分の道を広げていくことが大事だというのが、まあ、日本の政策として挙げられると思います。 最後に国際安全保障問題についてもちょっとお話したいんですが、プルトニウム、世界で530トン以上もあるということなんですねで。これをどう減らしていくかというのはもう、の核燃料サイクル政策と密接にリンクしているんですが、安全保障問題として考える必要がある、これはもう先ほど、シャロンさんの方からです、ね、新たな国際規範を作るということがいいのではないかというご提案がありましたので。 これをは日本のリーダーシップでやるということをですね、私も提案させていただきたいと思います。え、歴史については昨日ね、実は飯田さんも、あの、鹿内さんもかなり詳しくお話ししていただいたので、昨日出席された方についてはちょっと復習になってしまうんですが、ポイントだけお話し,しますと、核燃料サイクルでですね、あの、日本にとって大きな出来事というと、この77年のカーター大統領の 原子力不拡散政策で再処理無期延期という政策があって、日本にも再処理をストップしようということがあったんですが、ちょうど東海再処理工場が運転開始の時期にあたって、まあ、あの交渉の結果、制限付き運転に合意、まあ、このときのです、ね、日米の対立というのが、まあ、実はヨーロッパもそのときは対立してたんですが、まあ、日本の,あの原子力業界にとってはトラウマになってましてです、ね、アメリカの再処理反対派が、 日本の原子力を、まあ、障害、邪魔をするという、まあ、そういうなんかが概念ができてしまってですね、えー、後々、今も実は響いているとで、まあ。アメリカ側もですね日本があまりにも強く反対したので、あんまり日本に強く言わない方がいいというのが、まあ、アメリカ側にも残ってしまったということで、でその間ですね、この,この77年か、実は10年かけて、 先ほどお話がありましたけど、日米原子力協定の改定で30年間再処理していいですよっていうところで、これが日本の外交上の成果と言われているんですが、まあ、これが先ほどお話ありましたけど、2018年に自動延長ということになったということですね。まあ、この間に85年に6カ所村の再処理工場の合意ができたと。で、えー、次にですね重要なポイントとしては、やはりモンジュの事故と、 2005年の原子力政策対抗これも昨日かなり詳しく飯田さんの方でお話がありましたですよね。この時が最初のビッグチャンス、再処理を止めるですね。日本の6か所再処理工場を止めるビッグチャンスだったんですが、失敗してしまったと。継続は決まったと。もう一回チャンスが来たのが2011年の原発事故、福島原発事故。この時は民主党政権で、実は私も先ほどご紹介ありましたけれども、政府の中におりましたので、 もう原子力政策ゼロから見直しということなんで、再処理の見直しということをですね、実は議論したんですが、結果から言うと変わらなかったと。で、その結果、プルトニウムがまあ今46分止まってるわけですが、さすがにその先ほどの2018年の原子力協定改定の時期が迫ると同時にですね、 これも澤田さんの貢献が大きかったかもしれませんが、あのー、アメリカからですね、密かにまあ日本に対するプレッシャーがかかってです、ねで、日本の原子力政策委員会がです、ね、原子力委員会がプルトニウム在庫量削減、あるいはこれ以上増やさないという政策を発表した、これがあのエネルギー基本計画に含まれましたので、閣議決定になっていますので、まあ、かなりの強い制約がかかるだろうというふうに期待しています。 でこれもあのもう皆さんご存知のことなんですが、その高速増殖炉の夢がもうなくなってしまったというのを、一つのいい手法として、これ、フランクフォン・ヒッペル先生のグラフをら使わせていただいているんですけど左側がです、ね、アメリカの原子力の伸びを予測したものですね、70年代、オールショック直後ですけどこれ、はまあアメリカだけではなくて、日本も似たような絵を描いてたわけですが。 2010年に2500ギガワット、今400ギガワットちょっと弱ですからね、8倍、7倍ぐらいか、今の7倍ぐらいまで伸びるだろうって言ってたのが、一番下にある黒い線がアメリカの現実なんですけど、これ、ここまで確かにですね、原子力が伸びれば、高速増殖炉は必要かなっていうふうにみんな思ったに違いないですね、実は。実はでも 現実はこんな低いところに止まっている。世界も似たような傾向ですね。まあ、日本も全く似た。日本はですね、1985年に100ギガワット、2030年までに100ギガワットっていう計画を作ってましたけど、まあ、現実はそこまでいかなかったと。で、えー、高速増殖が実現するには、天然ウランの価格が上がって、最終価格が下がる必要があるんですが、現実は全く逆で、天然ウランの価格は下がり、最終価格は高騰したということで、えー 最初には経済性がないということがもう明らかになっているということですね。で日本の,その原子力委員会が出している原子力長,長期計画というのがあるんですが、まあ、これがあの年をこう減るたびにですね高速増殖の実用化時期がどんどんずれていくという、まあ、絵なんですけれども、最初は1970年代。 に実用化と言ってたのがですね、まあ、ずっとずれていきまして、もう87年の時にはですね当面は軽水路ってもう認めてしまったわけですけど、ね、2000年になると将来の重要な選択肢の1つになってしまいましたし、2006年の時には、えー、何も書いて、もう目標なくしちゃったんですね、あの目標はないし。でえー えー、2015年には21世紀後半というふうにです、ね。まあ、要するに FBR はもう実用化の具体的目標がなくなってしまったというのが、これは政府の原子力委員会の,あの目標でもそうなっているということですねであの。これはですねあの、えーえー NH 計算書の使っている絵なんですけども、まあ、軽水路と高速増殖炉は両方実現しないとダメだっていう絵なんですけども、最近こっちしか見せなくなってしまった、高速上はなくなってしまいましたんでね、でもこっち側だけでは成立しないんですね、これがぐるぐる回らないと、こっちはぐるぐる回らないと、えー、軽水路だ,とだけだとですね、1回プルトニウム回す、せ、ま、い、あ、で2回回しただけで終わってしまいます。 したがって、この高速増殖炉がもうずいぶん遠くへ伸びてしまったということは、ですねこっちで一生懸命回しても、ですねそんな長くは続かない。これをまあも1回こっきり、2回回したら、あとはもう使用済み燃料捨てるしかないんですけれども、日本では燃料再処理政策のもとで,で、すねこ,この使用済み燃料の直接処分が法律では認められていないということで、えー、しかも2016年に再処理の,あの法律が変わりましてですね、えー 電力会社は再処理、もうあの費用をですね、拠出しなきゃいけなくなっちゃう。全量再処理費用ですね、木数加工費用も含めて、したがって、もう再処理するしかないんですね。そうすると、まあ、どうしてもこのプルトリウムが余ってしまうことですね。でこれもあの先ほどすでに菅さんがお話しされてましたが、日本でも核燃サイクルの意義、これ、経産省の表なんですけども、まあ、資源の有効利用というのがあるんですけど、最近はこの、 高レベル廃棄物の体積の減容と、えー、毒性廃棄、えー、物の有害度の低下が、まあ、あのどれぐらい早く、うん、落ちるかっていう、まあ、コストは高いって認めてはいるんですけどこ,れこっちの一番低いあの真ん中の数値しか出していない,いねで、えー、これですね実はその先ほどのお話しした あの原子力委員会の中で、ですねあの見直しの議論の中で出てきた数値をちょっとご紹介したいんですが、全量再処理と植生処分では約2倍のコストがありますと、それから、えー、実際いくらかかるかっていうのを、2030年までの、まあ、限られた時間での計算でも1兆8000億、1兆4000億、兆4千億えー、18兆と14兆ですね、4兆円の差があると。それで えー、大体年間2000億円ぐらいかかる。まあ、さっきの,あの中国の予測はもっとかかるような数値になってましたけど、今の当時のわり、まあ、とコンサーバティブ、保守的なあの見積もりでもですね年間2000億も、まあ、あの最初に,にかかるということですね。それから、減容についてもですね調べてもらったんですが、えーまあ、高速増殖炉サイクルとワンスルーを比べれば確かに、まあ、こう減るという見えるんですけれども、 実は、モックスだけ、さっき言ったのはに、軽水路だけのリサイクルだと、ここ、ックスの使用済み燃料を捨てなきゃいけないので、まあ、これが熱が結構出るので、そんなに下がらないのと、実は、最から出てくる廃棄物の量これ、これは低レベル廃棄物なんですけども、もう加えると、実際はあの軽水炉のワンスルーよりも増えてしまうという、まあ、数値を出しています。それからあの 有害度がこう下がっていくというこのグラフなんですけど、これよく使われるあの絵なんですけども、私は実はこれはねリスクじゃないので、ちゃんとリスクじゃないってことを書いてくれというふうにお願いして、ここに中がついてます。普通、この中まで見ないですよね。これの廃棄物と人間との間の障壁が考慮されておらずということで,で、すね実は毒危険性ではないんだって、ここに書いてあるんですよね。 えー、でこれは、まあのー、分かりやすく説明するのに、ですね実はあの、えー、国会議員さんの説明するときにこの絵を使ったんですが、虎の2匹と虎1匹どっちが危ないかっていうと、虎の2匹のは怖いですよね、当然ながら。ところがですね、檻に入った虎2匹と野放しの虎1匹、どっちが怖いですかこれは野放しのが怖いですよねで。これがリスクであって、で再処理ってこのわざわざ、 塩済みの中が閉じ込めているものをですね取り出して、地上でぐるぐる回すわけですよね。でこれがあの毒性とリスクの違いです。さっきあの見せたあのグラフですね。あのグラフはこの虎が減っていくのにどれくらいかかるかって言ってるわけですが、檻に入ってない、檻に入っているのをわざわざ取り出してリサイクルするわけですから、当然リスクは高くなるということですね。これを実際の数値で見たのはこれです。これはあの OECD ネアの数値なんですが、再処理しますと、リサイクルするとウランが減るので、まあ、このウランの採掘のところはあの減っていく、あの確かに、えー、ごめんなさい、これコンバージョンじゃなくて、ここはあのマイニングですね。マイニングのところは確かに、えー、ワンスルーの方が高いですね、えー。ところが、ですね再処理、プルトニウムを取り出して再処理するところですね。 ここは当然リサイクルが高くなってしまいますので、被爆リスクを考えると、先ほど申しましたようにリサイクルが高くなってしまうということで、この表はちゃんと現職委員会の議論のところで示したので、その時の結果は、この安全性の面で差はないという、まあ、これ実かなり実は差があるんですが、まあ、結論としては、 あんまり差はないということでですね、メリットはないという結論を出してはいるんですが、その結論がまあ先ほどの計算書の絵には出てきていないということですね。えー、なぜでは最初に止められないのかってよく言われるのが、ですねこの使用済み燃料が来た気がないとか、昨日もお話がありました立地自治体との約束だとか、えー、今、誰かがキャンセルっていうとですね、そのキャンセルを言い出したところがですね、 債務保障しなきゃいけない、あるいはまあ青森県に謝りに行かなきゃいけないという責任を負わなきゃいけないので、誰も辞、まあ、めるとは言え,言えないという。経産省が言うと、政府がお金を負担しなきゃいけない。電力会社が言うと、電力会社が負担しなきゃいけない。まあ、大変なあの負債なので、ですね何兆にも及ぶ負債なので、えー、確かにこれは大きなリスクになるということですね。あと 安全保障問題といえばですね、再処理、えー、プルトニウムを所有することが潜在的な核抑止力のようにやめられない、やめ,やめ,やめたくないという意見もあります。私はこの最後の、えー、民主主義のシステムとして、えー、独立した評価機関がない日本にはですね、これが一番問題ではないか。結果的に 犠牲者は国民と国際社会ということになりますので、まあ、昨日あの飯田さんからお話がありました ICRC の努力、あの私も非常に評価しているんですけども、民間でいくらやってもなかなかです、ね、あの政策決定に結びつかないという限界を私も感じましたので、な、ま、ん、あ、とか国があのこういう評価機関を持つということが大事ではないかと思います。使用済み燃料の貯蔵のリスクなんですけども、こちらが福島第一原発の4号路でですね、 えここ上で爆発を起こしてしまいまして、水がなくなってしまったのではないかと、当時心配をして、ですね結果的にはあったのですけども、水がなくなってしまうと、あるいはまあ停電しただけでですね。 えー、塩済み燃料の温度上がってしまいますので、これはあの菅さんが実は塩済み燃料のプールの事故のリスクをです、ね、詳細に分析したあの結果を発表されていますので、もし後で菅さんの方からご説明いただければいいと思いますが、原子炉の事故と匹敵するぐらい、あるいはもっと悪い結果を及ぼす可能性がありますので、安全なのはこのキャスクに入れる乾式貯蔵。これはあの同じ福島のサイトで、建屋は壊れてしまったんですが、津波で。 安全に貯蔵して、こちらは空冷なので電気を使わないということですね。えこれが安全に貯蔵できるということです。え民生用の再処理のですね世界的な情勢を見ると、これが世界のプルトニウムの,あの貯蔵量、ストックパイル、ね、在庫量なんですが、軍事用のものは、まあ、もうだいたいピークを迎えているんですけども、民生用がこれほど増えているという図ですね。であの国別に見ると 核兵器国ではあるんですけど、これ民生用ですねあの、えー、イギリス、ロシア、日本、フランス、4カ国がほぼほとんど持ってる。で、今、今日お話がありました中国はここからずっと増えるかもしれないというで、他のドイツとかですね、えー、アメリカとかですね、あの民生用ですけども、あのはもうほとんどプルトンにも持っていないということで、この4カ国だをなんとかすればですね、 えー、これ全部再処理やってるわけです。この再処理をやめれば、この民生用のプルトニウムも減っていく可能性があるということですね。で、私はですね、あの先ほどのシャロンさんのお話にもありましたが、あの実は佐川平和財団の研究会で,です座長を務めさせていただいて、えー、この日本がこの新しいプルトニウムの国際規範を作れるんじゃないかという提案を。 出させていたただきました、まああのえー、詳細を省きますけれども、5つのポイントで、1つはまずです、ね、余剰と呼ばれている、余剰というプルトニウムを定義してです、ね、まあ、使えない、しばらくは使えないものは国際管理、えー、IAEA、e、の管理下に置く、これによってかなりの国際的な懸念は減少される、それから、えー、先ほど申し,申しました、日本の原子力委員会のプルトニウム在庫量を増やさない、今後減らしていくという政策を、 新たにその先ほどのシャロンさんがお話した i n サ a g 5 4 9の国際管理の指針に提案する、再処理を抑制すると、それから実際に処分を減らしていくための国際協力のためのフォーラムを作る、それからあのもう再処理はやめて、できるだけ監視庁を優先するような仕組みにするために、先ほど言いました、独立した第三者間の評価をする。 で最後に日本がそのあのリーダーシップを取るという提言を出させていただきました後でまた皆さんのご意見を伺いたいと思います私からは以上ですどうもありがとうございましたはいありがとうございましたぜひですねこの後のディスカッションにもですね今の あのこれまで日本の中でかなりこの努力を重ねながらあのなかなか実現しないというところの苦悩も感じておられると思うのでお話をしていただきながら今後どうしたらいいのかということに努めていただければと思っています。あのイギリスも悩んんでおられて昨日のポールさんが あなかなか国民レベルや市民レベルで別に議論がドイツみたいに盛んになってるわけじゃないんだと、まあ、ドイツは市民のレベルでまあ変えていったわけですけれども、まあ、それでそんなイギリスでもまあ経済的に回らなかったりそのテ,クノテクノロジーと言っていいのか分かりませんけどもその施設の問題があって結局処理量が減少していくようなこともあり今閉鎖に至っているというところがあって市民の声が強くても強くなくても廃止に向かっている国があるにもかかわらずじゃあ日本はあ、まあ、確かにこの問題で市民の声が強いかというと、まあ、原発に に比べるとちょっと関心が高いとは言えないんではあるんですが、まあ、しかしイギリスでもというところもあるので、ちょっとまあなぜこうに日本がいかんともし難いぐらい動かないのかというあたりまた後でお話をいただければというふうに思っております。ではあのまずはプレゼンテーションを一方ずつ登壇者の皆様にしていただきましたありがとうございました。ここでですねちょっと昨日と重なる方は申し訳ありませんが、あの元外務大臣元防衛大臣の河野太郎さんからですねこの会に向け たメッセージをいただいておりますので、えー、ご覧をいただければと思います今日だけの参加者の方もかなりいらっしゃるのでお許しくださいではビデオよろしくお願いしますシンポジウムにご参加の皆さんこんにちは河野太郎です今日は皆さんに日本のプルトニウムの問題をご議論いただくということで本来なら 私も参加をしてご挨拶申し上げたかったんですが、失調中ということもあり、こういう形でのご挨拶をお許しください。我が国は実はかなりのプルトニウム大国であるということはもう皆さんよくご存知だと思います。しかし、これはその正当な目的のために再処理をしてプルトニウムを取り出しているわけでは、 えー、残念ながら現在はありません、えー、こういう再処理をしないと原子力発電所の使用済み核燃料の問題が浮き彫りにされてしまうその問題を先送りするために、まあ、再処理をしてプルトニウムを取り出して、えー、このプルトニウムを燃料として使うんですよということに しておかないと、まず電力会社のバランスシートの問題が噴き上がってしまう、あるいは原子力発電所の地元に対する説明とそごをきたしてしまう、あるいはこれまで国策に協力をしていただいている青森県をはじめ、自治体の皆様へ説明ができなくなってしまう。 そういうことからあこれを続けざるを得ないんだ、えー、そういうことで、まあ、あやっていくしかし本来なら一つ一つ問題を確認して解決するためにどうしたらいいのか電力会社のバランスシートの問題もこれは財務上の問題ですからやりようはあるんだと思いますまた原子力発電所も使用済み核燃料をプールで冷やすのではなくて ドライキャスクに移していく方が、これも安全性が高いということは、もう専門家の皆さんはよくご存知です。そして一番問題なのは、この核のゴミをどうするのか、どこで処分するのか、それが決まっていない、だからそれをきちんと決めて、そこへ移させてもらう、その間、一時的に青森県六ヶ所村に預かっていただく。 あの、そういうことを一つ一つはっきり解決策を見つけて動いていかなければならないのをみんな、あ政治も行政も先送りしている。もちろん電力会社も先送りしています。しかし、日本が再処理をするということで、お隣の韓国が再処理をしたい。あるいは、それ以外の国も再処理をしてプルトニウムを取り出す。 まあ、いろんな口実はあるのかもしれません。しかし、プルトニウムという,う核兵器を作るための材料がどんどん拡散していく。それがドミノ倒しのように拡散していく。これは世界の平和と安定にとっても決していいものではありません。それならば、日本でこのドミノ倒しを止めるんだ。それが本来、外交的にも正しい道なのではないか。 と私は思っております。どうぞ今日活発にご議論をいただいて、そして皆さんの思いを世の中に伝えていただきたい。世論をしっかり喚起をして、このプルトニウムの問題、核燃料サイクルの問題、再処理の問題、世の中でしっかり議論をしていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございます。あの、先ほどと取りに行った、ふやふやの映像ですけれども。 こうまた声が自民党の中でも広まって問題意識が広まっていくようにということもお願いをさせていただきましたではですねあのまたパネルに戻りましてディスカッションの時間に入っていきたいというふうに思いますこのディスカッションの時代時間中にですねぜひ皆様も質問の方を質問受付の担当の方までチャットで宛先をして質問受付に選んでいただいてですねお送りをいただければと思いますまだあのパラパラとしかいただいていないものですから何かを心にあのおっと 思思ったたものがある方は是非いいメールををチャットをいいいだければとまますすよろししくお願いしますでこのディスカッションなんですが、あー鈴木達次郎さんにモデレーターをお願いしておりますので、達郎さん、少し時間が押してはいるものですから、もともと17時10分と思っていたんですけど、15分までというぐらいでお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 えーとそれでは早速ですね、あの3人のスピーカーの方々に、ですね私からあの3つの質問をさせていただきます。えー、時間があの限られてますので、各自それぞれ短く、えー、回答をお願いしたいと思います。1番目、えーまあ、全部ですね、今後のことですね、あのー、安全保障という観点からですね、ちょっと皆さんには考えていただきたいんですが。 安全保障上最も恐れるシナリオは何だろうか北東アジアについてですね。このプルトニュー問題について。これからいきましょう。えっ、ー、と、どなたからでもいいんですが、いかがでしょうかど、何が一番怖いシナリオかシャロンさん、いかがでしょうか 私にとってのプルトニウムの悪夢といえば、えー、高速路の世界に迷い込んでしまうこと。 そして、プロトニウムがもう大量にどんどん増えるばかりということです。えー、そして、とにかく消費が追いつかないという状況です。中国、日本、アメリカ、こういった国々であるかもしれません。いろんな国でもやはり経済的な理由で、まあ、そうはならないだろうという見方あるかもしれません。でも原子力エネルギーの やはり歴史について分かっている方はご承知の通り、経済性で動いてきたわけではありません。で,ですから、そういう動きが出る国は出てくるかもしれません。ですから、韓国がもしかしたら、そういう、韓国もそういう方向に行ってしまうかもしれません。サルタさんのお話にも適切にあった通り、アメリカでは原子力 発電の世界に占める例がアメリカで25%、まあ、原子力大国なわけです。で、それが中国に追いつかれようとしているという状況です。で、アメリカの狭い視点から見れば、やはりこれもまあ火をくべるというか、ただ単に輸出しようということだけではなくて、中国に追いつかれるというような見方、この原子力発電という視点でですね。 そういうことも一種の刺激となる可能性があります、アメリカにとって。えー、この経済性という意味で、えー、この軽水炉だけじゃなくて、高速炉についてもです。こういった中で、誰も制約を,を課すことができないという状況なわけです、今。例えば、この、えー、このジェロ、ジェリーのようなものをギュッと握ろうとしてもですね、プルトニウムが うまくいかないこう、手から漏れてきてしまう、潰そうとしても潰せない、すなわち、えー、共同しましょう協力しましょう、規範を作りましょうという提唱があったとしても、私から皆さんに投げかけたいんですが、どうでしょうか、そんなこと、どうやってそういった協力とか規範とか実現できるでしょうか。と思いますが、えー、ジャンさん、カンさん、いかがですか最悪

のような国から見ると中国はすでに核保有国なわけです核兵器保有でですですから最初の例とは日本のケースとはちょっと違うと思うんですけれどももし日本がもっと再処理を進めて再処理政策をこのまま続けてでそして中国もまた800トンというようなこの商業生産を進めてでそしてそれがまた韓国にも刺激になるかもしれません。 で中国から見て、あるいは韓国から見て、やはり日本を見てると、日本の再処理プロ政策、プログラムというのは、やはり何らかの,この潜在能力としてでも、ね、少なくとも、あるいは隠れた動機というか、えー、兵器への動機があるんではないかと、どうしても見えてしまうわけです。 ですから、そうすると韓国にも刺激になってしまう、そうすると北朝鮮にもこの刺激になってしまうわけです。対応すると、対抗するというのが起きを生むかもしれませんで。東アジア全体のこれは問題になると思います。やはりこれが恐ろしいケースだと思います。そのお アメリカも含めて、そのひょっとしたらプルトニウム、えー、この地域で大量のプルトニウムが溜まってしまうこと自体が大きな問題だというお話がありましたけど、今のお話は核兵器への転用のリスクが大きく高まって、実は北朝鮮に対して日本や韓国が核武装することが容易になるというふうなあのご指摘だったと思うのですね。だから中国ももちろん今 先ほどのチャンさんがおっしゃったように、中国の核兵器拡大の材料にも使われるということで、最悪のシナリオは、この地域の核戦力、核武装があの,高、ま、の可能性が高まってしまうというご指摘だったと思いますが、カンさん、いかがですか、北朝鮮の脅威に対して、韓国国内で核武装論というのは増しているんでしょうか。 ヤーバーディフィアンケイ抑アイテいうサとス・コリアは、プシはそのためク核ア装とンうと、ノース・コリアン・で朝鮮半島の えー、非武装化と、非核化と言ってるわけですけれども、しかし、えー、日本のプロトニウムはどうなのかということにどうしても言ってしまうわけです。で、日本は、えー、あくまで国内的な、えー、この再処理と言っていますけれども、しかし、韓国だってその再処理の権利を諦めるわけにはいかないということになります。日本のプロトニウムの蓄積が一番の心配だというふうにおっしゃってますので、こういう方が多いですよね。したがって最悪ののケースというははやはり あの日本の自体の核武装の恐れもあるということですね、えー。まあ多分アメリカ、シャロンさんおっしゃってました、アメリカの懸念もこの地域の核拡散のリスクっていうことが一番懸念なんでしょうかね、シャロンさん。Do you mean あの今の今お話はお質問は。質問 そうですね。<laughs> 一言で言えばイエスです。核 <laughs> セキュリティの懸念もあります。<laughs> 可能性ではあってもプロトニウムが行方不明になるとか、盗難に遭うとか、そういった懸念もあります。 でこの狭い意味での核不拡散だけでなくこういったセキュリティの問題があります。プルトニウム、まあ、例えば日本の備蓄の一部は日本にあるけれども、しかしもっと大量に備蓄が分離されたものが英国にあるわけですよね、それからフランスにも。どんな形であっても。 リスクがあると思いますこの物質をあちこち運べば、輸送に伴うリスクがあります。えー、問題が起こりうるで。それから、あまり最近は輸送がされていないので話題にはなりませんけれども。核セキュリティの問題も非常に大きな問題として懸念の的だということでですね。これはあの核武装論の話とは別に、核テロリズムのリスクが高まる。これはもう量が増えればですね。 あの当然なので、しかも今おっしゃったみたいに、ヨーロッパにあるプルトニウムを日本に運んでくるっていう、この輸送の問題は非常に大きな核セキュリティーリスクだということで、これも大きな懸念であるということですね。はいまあ安全保障上、このプルトニウムが増えることは、いろいろな問題を起こすということで、なんとか止めなきゃいけないということで、次の質問は、各国、 の、まあ、政策ですよね基本的にはあの日本と韓国と中国。これ、あの昨日のお話でドイツと、まあ、イギリスは苦労しながら、まあ、止めたで。アメリカも今はまあ止,め止めることができているわけですが、日本、韓国、まあ、韓国が今これからですね、中国もこれからなんですが、どうやったら止められるか、あの各国内でどうしたら止められるか、日本のことを私は答えなきゃいけないかもしれませんが、あのえーと なんかいいアイデアありますかどう、なんで止まらないんでしょうかっていうことを、先ほどちょっとお話がありましたけれども、どうやったら政策変更って実現できるのか、あるいは韓国や中国の場合は、これからなので、まだあの先へ進む前なので、今ならチャンスだと思うんですけど、どうやったら先へ進まないようにできるか、この点をちょっとアドバイスをいただきたいんですけど、どなたからでもよろしいか、いかがでしょうか。 今日井田さんはいらしてますじゃあ、後で日本はどうして止めるか、井田さん、あるいは鹿内さんから、はい、もし昨日も参加してくださってますねじゃあ、もしあの日,本日本の政策をどうして変えたらいいか、歯科内さんかあの、井田さんからコメントいただければと思うんですけど、いかがでしょうか、シャロンさん、カンさん、チャンさんど。どうしたら止められると思いますかアメリカはどうして止め,た止められたんですか ね、やはりとにかくフランクフォン・フィッペルさんのひたむきさだと思いますアメリカでは共和党でもレー,ゲンレーガン政権であっても、ね、この再処理には補助金は出しませんでした で軍の再処理の持ちこの話は別なので、それは棚に挙げたいと思います。ただ、民生用の再処理ということになると、商業ってベースでお金を出すべきだという考え方です。レーガン政権の時も再処理はやってもいいだろうと、で政府はでもお金は出しませんよという考えでした。で、でイギリスでも、 そういいっったたベースがあったと思いますだからこそこの原発が止まって政府からこの補助金が出なかったというやり方です。で残念ながらというかアメリカでは原子力そのものが本当に経済性が非常に悪いわけです。既存の原発でも競争力はもうありません。でこの 市場が規制緩和されているからです。でも、この先端型、あるいはこの先進路と言われるもので、政府はこれに補助金を出そうとしていますで。そして、この生産にあたって、この税優遇制度など、いろんな優遇措置を取ろうとしています。で市民社会から見ると そうなりますと、これは経済性がないんだということを言い続けなければなりません。で、アメリカとその他との国々との関係ということでいうと、まあ、カンさんがおっしゃったとおり、この10年間のこのパイロポロス鑑識処理に関するこの共同燃料研究があったけれどもで、このような原子力協力協定の下で、他の国に制約をかけようとしているわけです。まあ、外交的にそういう言い方はしませんけれども。 まあその他のオプセ選択肢を提供しようという感じです。で、UAE ・アラブ首長国連合との原子力協定もあります。ですから、この再処理をしても、あるいはそれは他の英国など、そところでやってくださいと。で、あるいは韓国ということに関しては、 でこの共同研究が本当に意味があるんでしょうかというようかどうかと、えー、カムさんにお伺いしたいと思います。で、こちらでもこの研究については公表されていません、アメリカでも。で、アメリカとしてはとにかくもう、えー、このどっかに見えないところに埋め込んでしまいたい、隠してしまいたいという考え方なんです。ですから、これを、えー、表沙汰にすると、明らかにすると。 不利な点、全然有利じゃないということを再処理の不利な点を明らかにするということはいいと思いますが、そうなっていない。でそして、国際的なこの i a e のこのプロトニウム管理指針ですけれども、やはりそれについてももっとこのきちんとこの牙を入れなければいけません。つまり、より強力な措置にしなければいけない。そして検証可能な 措置深刻にすするる必要があるかと思います政策変更については、えー、共和党のレーガン大統領の時でも政府の支援を止めたということで、まあ、ある意味ではあの産業界の市場原理でまあ再処理はやめたという、今は原子力発電もそういう状況にあるかもしれないということでしたが、市場原理が働かない なんで日本では働く私が答えるのおかしまなこれなんででしょうかねあの飯田さん、いらっしゃいますか入ってはい。すみません。ICRC のあの,の,あの昨日の発表あの聞かせていただいて、私も思い出してたんですけど、まあ、あの時ほとんどもうね、あの日本でもあの6カ所、 やっぱしコストが高いので、電力業界でさえあのちあのやめようかとかいう議論があったにもかかわらず、やめられなかったっていう、ここはど,どうしたらいいでしょうかね、今、お考えになっているところでは。いやー、そうですね、あの、まああの時は本当にあのいわゆる、えっとまあい、今で言うとその、えっとみ、右というかですね、あの えとかなり論壇で力のあった猪瀬直樹さんと、それからその桜井よし子さんのお二人が6箇所止めろということを、確か2004年の9月の同じ日に出た「文芸春秋と文芸」と、ね「週刊文春」と「新潮」で、 述べるほど、まあ、盛りで、えっと、だからあれは本当に、えっと、まあ、それは東京電力も実は止めたいと勝俣さんがおっしゃっていて、経産省の事務次官も、村田時間も止めたいと言っていたのが、歯車が本当に狂ってしまったという、ある種、こう、うんと、えーまあ、あの時はかなり、えっと、原子力の、えっと、内側の、それこそ俗に言う原子力村の、まあ、 力学で跳ね返した内側の部分とやっぱり一番大きいのはあの時、えっと、自民党の与謝野さんがあのその動きをブレーキをかけて、えー、かなり動いておられた元財務省の、えー、加藤英樹さんですかねがまあやはりそ,その自民党のその古い原子力族の人たち の壁が厚いのでこれは難しいというその二つがくっついちゃったという感じですよね。なるほどねだからあの、うん、えっと今逆にそのその当時裏側に回ってたそのえっ、ー、と歯車がある意味外に出てきているっていう状況の中で、うん、ええー、まあこの前河野太郎さんも総裁選をブロックしたある種の力学はそこにあるわけですけれどもどまあでも改めてやっぱりきちんとした規範 あの経済性とそれからその社会規範を国際的にも国内的にもきちんと作り上げていくということをしっかりあのやっていくということが必要なんだろうなっていうふうに思いますね。先ほどのフランク・フォン・ヒッペルさんの <laughs> 熱量っていうのもあったんですけどきのニーナさんが出られましたけど <laughs> ニーナさんのお父様のやっぱりあのヘルマンシェアのなんか熱量もすごくてですね。なるほど。 起立した個人というか、ですね規範をかつての高木銀三郎さんであるとか、まあ、今だと鈴木達郎さんも頑張ってないいか<笑><笑>なるがそ,そういう人たちの規範性の中で社会をもう一回あの組み立て直すというところが必要なんだろうなというふうに思います。ありがとうございます。はい、しかないさん、いらっしゃいますかその後達達郎さんあの、ふいちゃんさんが手を挙げていらっしゃるあ。ふいちゃんさんが手を挙げていらっしゃる。どうぞ、ふいちゃんさん、どうぞ。 私の経験からなんですが、プルトニウムリサイクルのテーマに20年関わって研究してきました。で北京の友人の、えー、友達にも、えー、この経済性もありませんよと、えー、そして無駄ですよというふうに何度も 説明しししようとしてきましたでもどうしてそう推進され続けているのかと考えると、まあ、3つぐらいちょっと考えられるかと思います。やはり一般市民の意識こう啓蒙が必要だと思います。経済性がないし危険だということを知ってもらうということです。でこの再処理のが最初にこの起きたときそれは 特に、えー、この福島の事故があったことで、えー、安全性について原子,、えー、原子力エネルギーの安全性に非常に、えー、この国民の意識が高めま,ましたそして2017年に最初、えー、の問題が、えー、この冷運管視にこの商業ベースの施設ができるんじゃないかということになって反対運動が高まったことがあります。でそれから 政府のレベルで,でどういう意図があるか分からないにしても、やはり軍事的な意図をこのオプションを持っておきたいと考えるかもしれませんが、しかし、で軍というのがやはり将来に向けて、 えー、このおやはり能力を持ち続けたいと思うからそこを説得するのは非常に難しいと思いますでそうなるとじゃあ次に目を向けるべきは原子力産業界です中国で、えー、このお中国核工業集団工師というのはとにかくここはあの利益追求集団なんですで中国でこの燃料サイクル全体を自分たちでこう管理してそして で利益を上げたいと考えるわけです。で、関東の方で、あの関東、えー、原子力発電会社などとも競争していますけれども、非常に政府に対して影響力があります。えー、ですから原子力産業界とそれからまた、えー、この国民をに影響力を及ぼすことが重要だと思います。政府の考え方というのはやはりこちらとしては非常に、えー、分かりません。 えー、そして、えー、いろいろ、えー、将来への意図を隠してでそして民生用か軍,、えー、軍事用かということははっきり言わずに将来戦略を考えて思います。でそれからまた4番目は国際的な規範です。えーえー、シャロンさんも鈴木さんもおっしゃった通りやはりプルトチウムの、えー、この。 このインフォーサークの459ですけれども、これを守るようにという圧力が必要ではないかと思います。ご承知のとおり、中国はこの申告は現在していませんから、このやはり何か一応問題があったとしても、その えこのお何か罰を犯すということもできない。ですから、この国際的規範を強化するということですから、国際的な規範えそして一般市民の啓発ということこれらは重要ではないかと思います。まあ、そうでないと思う遠まり進んでしまっていくと思います。ですから、 私たちの報告書があってから、北京でも、この私たちの活動に対して、この見るようにという指示が出たそうです。上の方でも関心はあるわけです。でも、それでもやはり今の計画はいろいろそのまま進んでいます。 で私はやはり経済性という意味で全く意味がないということを明確にしました。えー、ですから、このお商業ベースでやろうとしても全く意味がない。あですけれども、えー、この今でもこの、えー、業績が常に進が続いますあのあの。市民の方々への教育、情報提供ですよね、それから軍事力との関係、まあ、安全保障の環境をよくすることですよね、核兵器の,あの意欲を。 減らすか産業界に、えー、とっての魅力をなくすで最後にその国際規範を作るというありがとうございました。で、カンさんどういかがでしょうかありがとうございます。個人的には再処理の選択肢はえどうして韓国で続くのか、もオプションとしては。 えー、これはプルトニウム分離の、えー、能力をやはり、えー、場合によってはということで、兵器用のオプションとして持っていきたいという考え方もきっとあるんだと思います。で、そのほかにやはり根本的な理由もあるかと思います。これは、えー、使用済み燃料の問題です。これが核原子力コミュニティそれから反原発派も、えー、やはり、えー ここを間違った強調の仕方をしていると思いますで、使用済み燃料は非常に脅威であると、えー、地下埋設処分をすることは脅威であるというふうにしていると思います。で、数十万年間ずっと危険なものを置いとくのかということです。そういう主張です。えー、ですから、やはりもっと一般の人たちに使用済み燃料はこの地下と地上の、うん 全然両方違うんだということをもっとリスクという意味で違うんだということを理解してもらう必要があると思います。そうすれば直接処分も受け入れてくれるかもしれません。でこの,、えー、この地上ではなくこの近く、えー、あるいは 500m あるいはもっと低く深層処分をすれば、えー、リスクは全く違うわけです。 ですからジャンさんもおっしゃった通り、やはり情報提供、一般の人への情報提供、処分のリスクについて、えー、一般の方々が誤解をしている可能性があって、まあ、再処理の話を聞くと、その方がいいんじゃないかってこう思ってしまうというところがあると思うので、一般の方々に使用済み燃料の直接処分、まあ、いわゆる格納ごみの地層処分のリスクについて、 まあ、しっかり理解してもらうというあのご提案も確かにそうだなと思いました。えー、と時間があまりなくなってきたんですが、鹿内さん、ちょっとすみません、ひ、えー、と言、よくです、ね、あの政府の方々が、えー、核燃料サイクルやめられないのは青森県の方々の,あの希望だというふうに、えー、言われてしまうんですけども、昨日のお話を伺っているといやいや、必ずしもそ,そうではないというご意見を伺ったわけですが。 えー、もし辞めるとした時の、その、えー、いろんな問題について、どういう対策を取れば。青森県の方々、納得いくんでしょうか。かないですはい。はい。あの、青森県だけではなくて。はい。あの、鈴木先生の言われたように。原発立地、自治体、あ、十三道県。はい。あります。はい、ですから、十三道県に暮らす。 あの市町村で,ですか、日本に住むくらいですかね。ですから、青森県だけではなくて、13道府県が市町村の理解。がる影響力は青森県知事は分13分の1だと思うんですね。なるほど。アレピスの塩住み燃料をどうするか。はい、同時に各原発にあるその核のごみをどうするか。なるほど。 対策を取らないと,です、ね、とダメだと、うんえー、それは原発の一時事態にしてもやっぱり不安だなるほど、はい、ありがとうございますおっしゃる通りでございますね格納ごみ問題の解決がやはり大事だということですよねこれがあのあののなかなか理解されてしまわないと結局格納ごみが今のまま青森県に残ってしまうというまあそういう懸念が大きいということがよくわかりましたえっ、ー、と 最後の質問をさせていただきます。もうこれはあの最後の質問ですでにあのシャロンさんからもチャンさんからもザンさんからもですね、あのご提案があったんですが、国際規範、新しい国際規範という言葉が出てきました。あるいは国際協力でもいいんですが、あの多国間管理とかいろいろ核年サイクルのですね、この多国間管理とかプルトニウム国際貯蔵とか、新しい国際規範とかっていう。 ご提案が出てきましたので、この提案について、えー、それぞれ一言ずつお話を伺っておしまいしたいと思いますが、どなたからでもいいで,しょういいですけど、いかがでしょうかあの、どういう国際規範、どういう国際的な仕組みが、このプルトニウム問題にとって有効かというご提案を、それぞれいただきたいんですけどいかがでしょうか。すでにあの、ね、発表でもあのお、ご発表されているところがあるんですけれども、 えー、ぜひこれだけは実現したい、あるいはすべきだというところはいかがでしょうかシャロンさんからいきますか、yeah. Thank you. Um、はい、鈴木さん、ありがとうございます。Like、a, a 私としては、規範ということでは 原子力エネルギーの平和利用。平和利用は推進する。しかし、この兵器級に転用可能な材料は使わないでということです。物質使わないでということです。このおエネルギー以外の すなわち核エネルギーサミットでも出ましたけれども核サミットで出ましたけれども、えー、このお、えー、このおテロリストも、えー、この高濃縮ウランは恐ろしく手を出さないんじゃないかと言われるけれども、えー、このおプルトニウムでも同じことがいきますプルトニウムの問題に対応直接対応しないままだったらそして、えー、このお兵器に使えるような この物質はないということになってしまいます。ですから、私はそうであってはいけないと思います。まあ、具体的にどういうふうにしたらいいのか、具体的な道のりは分かりませんけれども、やはり何らかの制約、制限をすべての国、人のすべての原子力両国に課す必要があると思います。例えば、原子力核保有国、兵器保有国に、 えー、例えば分力、この返球、この応物、えー、質生産禁止条約、カットオフ条約を結んでまらうと、えー、証明してもらうとか、それは有用だと思いますし、えー、それからまた、もしそれができるんだったら、この CTPT 包括的、この,、えー、この核実験禁止条約も必要でしょう。で、核保有国がもっと制約が必要だということは自覚しているわけですから、ですから原子力エネルギーを 安全に推進して、21世紀、21世紀に推進していこうだったら、それらが必要です。原子力の平和利用の中で、軍事転用可能な核物質を使わないシステムに変えていくという、大きなご提案で、どうやってやっていくか、なかなか難しいですけどこの野市かはもうかなり実現してますので、プルトニウムがなくてもやっていけるというのは、先ほど申しましたように、4カ国以外はやってるわけですから、あのできると、私も思いますので、これをぜひ新しい。 どうしたいと思いますはいカンさんお願いします短いすいません時間が長くなっていますありがとうございます私としては特に北東アジアの国々に期待することですけどモラトニウムですで、この再処理のモロテラムです再処理は不要ですから近い将来それからもう一つはプルトニウムリサイクルの透明性確保です 日本でも中国でもそうです。隣国によるモニタリング、例えば韓国などによるモニタリングが入れば、えー、この疑念も払拭できて、えー、こ,のこういうことに使われるんじゃないかという疑念も払拭できると思います。で、プロトニウムリサイクルの、えー、推進、抑止力にもなると思います。二つの提言、ありがとうございました。ジャンさんどうぞ はい、二点あります。一つはさっきも言った通り、やはりプロテニウム管理についてですけれども、やはり抑止力を持たせるためにも、このオプロテニウムのリスクをなるべく使い利用最小限にするということ、それからまたこのこの。この 塩積み燃料の備蓄センターというのはローカルベースで持つことが必要ではないかと思います。中国は長期的に見ると、えこの塩積み燃料が加速的に増えるでしょう。韓国も日本もスペースが限られているという問題があります。ですから、この点で何かこの協力ができないかという,ふうに思います。私からは以上です。塩み燃料の問題は最後にご提起いただいて、確かに国際貯蔵とか貯蔵能料の確保は非常に大事だと思います。それがなければ再処理を。 やらなきゃいけなくなっちゃうという、まあ、なかなか、えー、ジレンマがありますので、少子ミネンリの確保も大きな問題だと思います。どうも、えー、とこれで時間になりましたので、えー、とチェアをまたサルタさんに譲りたいと思います。ありがとうございました。 はいえー、お4方、本当にありがとうございました。達宏さんのモデルとありがとうございました。でここで会場からの質問にあのお答えをお願いできればというふうに思います。えー、いくつもあのその後追加でご質問いただいているんですが、それぞれにお一つずつ、ちょっといくつかの質問をコンバインした形でお伺いしていこうかなというふうに思います。えー、まずですね、ふいちゃんさんになんですけれども、えー、と核兵器国である中国が 今でもまあ民生用再処理を追求をしている増速路開発も追求している理由は何でしょうかと日本では開発は核兵器の技術の保持のためにもやっているというような理由もあるんだけれども中国ではまあもう核兵器は持っているわけなのでそれ自体は民生用再処理維持の理由にならないんではないかと思うのでお尋ねしますというご質問がありますしまた IAEA、e、にプルトニウム保留量の報告をやめたのはなぜでしょうかもしその軍事と関係ない民生用なんだというのであれば、補償処置を受け入れる必要があるのではないかと思うんですけれども、それが機能していないのではないでしょうかというご質問をいただいています。エイチャンさん、お願いいたします。まず、一つどうして中国が この高速増殖炉を推進しているかということについては、これは中国の原子力産業、例えば2040年、70年には原子力エネルギー需要が大きくなるだろうという予測があります。ですから電力の 50%を原子力で済んだったら100400メガワットが必要であるというの予測もあります。でそうでないと電力も不足するだからこそ、原子力産業が。必要であり、そしてこのプルトニウムを消費以上に作れるという生産できるという。この増殖量が必要であると。いう！ 論理になります80%多いと言われますけれども、そうしますと、この将来への不安もあるわけですけれども、でもこれが意味がないものだということは強く私は言っています。ウランこの 2000百年分もこの十分にこのこの貯蔵量は埋蔵量はあるんだからと中国の消費に十分な量があると言われています。でしかしこれを中国で備蓄されたものが 兵器に使われ転用するのではないいいかかという懸念も隣国から出ていますで中国の政府、それからまた原子力産業からすると他の国も同じだと思いますけれどもあくまで発電用だというふうには言っていますがで民生用のプルトニウム備蓄を2017年に IAEA の申告をなぜやめたのかということは公式な理由はありません。まあ、中国人として まあ私としてはもちろん、この隠すのはよくないと思いますが、正直言って、2019年にまあ推測しましたが、この2017年から2019年の間にえ70トン、 このそして500トンプルトニウムを生産するという計画でしたで。2016年にはすでに40キロ。でまあ、40キロというのはまあ少量ですけれどもで、しかし500トンになったら大変な量です。500キロになったら大変な量です。で,ですから そうなりますと、国際的な、もう非常に懸念が高まるでしょう。500キロかと。で、そうなりますと、500、あるいはそれ以上のこの核弾頭用ではないかという、核弾頭分ではないかということになってしまいます。でも、今のところ答えはありません。いろんな人に聞いてみました。いろんな政府関係の人に、中国にこの問題について聞いていましたけども、答えはありません。 えー、やはり、あの、さ、振られた、振られ,られたくないのかもしれません。はい、ありがとうございました。えー、なかなか、こう、中国の方のそういった率直なご意見を伺うのも、非常に、あの、軽有な経験なので、非常に、あの、嬉しく思います。 えー、続いて、カンさんにお話を、ご質問が来ています。えっ、ー、と、韓国の今の大統領はですね、まあ、脱原発を掲げて、いろいろ紆余曲折ありましたけれども、まあ、あの次の大統領選挙も近づいている中、その脱原発政策が一つの大きなテーマにもなったりしている論点なんですけれども、 おお、先ほど来、その韓国は国としては再処理をしたいという希望に向かって突き進んでいるということがあってですね。で、日本がまあやっているんだからなぜ韓国にその権利がないんだという話もあるんですけれど、まあいいものじゃなければ隣の国がやっててもやりたいと思うわけもなくですね。そのまあ脱原発で方針すら上げている国が、 あ再処理については、そのあまりこう、進む速度を緩める気配も見られず、またアメリカと交渉をというような話もあったりするんですけれども、何か、その、そもそも、その流れ自体に少しこうブレーキがかかったりというようなことがあるのかということと、それからなぜ、えー、まあ、再処理について、韓国の中でそれだけ前向きなのかと、そのことについて、ちょっと改めにもなるかもしれませんけれども、教えていただければと思います。 はい今のムン・ジェイン政権では脱原発政策を発表しましたが新規原発の建設も始まりましたこの2025年までということでで2026年まで そのあとは、えー、この、えー、建設はしないそして脱原発に向かうんだということになっていますけれどもしかし使用済み燃料をどうするのか全く政府からの言及がありません未解決の問題です、えー、韓国の原子力研究所原子力研究員それからまた保守系の政治家の中には でパイロプレセスも長期的にやはり、えー、この温存したいと考えている人たちもいます。で、ムン・ジェイン政権があ今、えー、このもう、えー、次の選挙まで動けない状況になっていますので、そして、 で、保守系の人たちなどを中心に、この鑑識処理についてもこの、やはりこだわりがあって、非常にこのデリケートな問題になっています。で、この共同燃料サイクル研究はこの10年間ということになって、でそのあと、昨年、 9月に科学院が、えー、日国この研究が2国によって承認されたという発表をしました。そして技術的、経済的にもこの不拡散という意味でもこの良い結果になっているというふうに言われています。でそしてこの鑑識鑑識再処理のこの 審査、レビューをする委員会では、この各共同研究について検討し、そして政府に対して、この来週、この韓国を出すことになっています。で、そう韓国の首相が、 それを受けて、この鑑識サ再処理のこの研究をより大きくする形で、年末まであるいは来年の初めには承認交算を出すということになるかと思いますが、非常にこのセンシティブな問題です。具体的にどういうふうにこの問題に対応していきたいのか私は分かりません。フォン・ヒッペル先生にも連絡して情報提供しています。 アメリカの政府の中ではもしかしたらえ何かえこの問題解決するのために動こうという動きが出てくるかもしれません。はい、ありがとうございました。あのお悩みの様子があの日本でも悩んでいるので手に取るように分かるような気もいたしながらあの伺っておりました。えー、続いて、えー、スクワソニさんにご質問が来ています。えー、日米原子力協定の問題が 少し前まで大きな問題としてあったわけですけれども日米協定は日本に対して再処理の権利を付与しているんですが UAE はゴールドスタンダードと言われるようにこう濃縮ウランもウラン濃縮も禁止をして再処理も禁止をしてというまあがんじがらめの原子力協定を結ぶということもあるまあ両極端な場面になるわけなんですけれどもまあダブルスタンダードという批判ももちろんあるわけなんですがあその中でえまあ日本に対してその議会の中でえ動向によっては例えば韓国があ日本を指さしながら あ日本にやらせるからこそ韓国でもやりたいって言うじゃないかみたいな批判がこれから起きてくる可能性っていうのがさらにまたこれからあり得るのかとかですね。あるいは一時期サウジアラビアがどうするのかっていうのはトランプ政権時代にあって結局サウジアラビアもまあ日本を指さしながらうちもやりたいぞというようなこともあったり他のサウジ韓国以外の国がまたやりたいぞとアメリカに言ってそれでまあ日本に対して跳ね返ってきたりってそんなこう他国の原子力協定の問題が 今動きつつあるものはあるのか、そしてまたがそれが日本に跳ね返ってきうる可能性もあるのかと、まあ、そういったところについてお話をいただければと思います。Thank you, that's a great question. はい、素晴らしい質問をいただきました。アメリカは。 原子力協力協定を23か国か24か国ぐらいと結んでいてで、いろんな日本以外の多くの国々があるわけです。で、国務省だったら何か言うかもしれませんね。日本というのは特別な同盟国関係があるんだと言うかもしれません。でいろんな理由があって、アメリカは この包括合意を日本と結んだんだというふうに言うかもしれません。まあ、タイミングの問題もあるかもしれません。それから日本は再処理能力を東海ですでに持っているということもあるかもしれません。ではその上でなんですけれども、日本との問題というのはもう出てこないでしょうというのは持ち上がることはないでしょうというのはこの 原子力協定の中で再更新になったときに、その期間の、これはもう期間に、この取り決めの期間は無制限だと、無期限だというふうにうまく書いてあるわけです。で,で、大体この,この更新条項とか、それからまた、 終了条項とかっていうのが大抵こういった協定にはあってそして5年ごとに改定されるとかそういうロールオーバーするとかいう言い方になっていてそれから台湾ともおそらく確かあの無期限更新になったと思います。で台湾はやははやり我々としては 交渉中国のように交渉が非常に難しい状況にあるということがあるからです。で、その上なんですけど、アメリカの外交官としては手を縛られたくないわけです。ですから、いわゆるこのゴールドスタンダードというのは、なかなり出したくない。ですから、この原子力協定をいろんな国と結んでいって、今言ったように、この X という国は、 この自国内で再処理をしないというようなことを言ったとしても、他の国からどうしても嫌われるわけです、そう,そういうのを見たらで。ですから、サウジアラビアの例も出ましたけれどもで、サウジアラビアがこのうまい説得をして、この再処理能力を持つ特権を認められるべきだというような説得に成功するとは私は思えません。 まあ例えば日本と比べてというようなことは無理だと思います。で、韓国との比較は、でももうちょっと難しいです。で、韓国は比較的にそうですね、うまく言えません。で、韓国は、やはりこの不拡散という意味で、えー、日本ほど成績は良くないわけです、これまで。 えー、核兵器の、えー、プログラムを軍事政権の時に持っていたこともあるわけですから、かつて。えー、ですから、質問の答えになっているか分かりませんけれども、この問題はやはり原子力協定、えー、原子力協力協定が出てくるたびに出てくる話です。でもちろん、えー、こういった サウジアラビアもそうですけれどもヨルダンもそうですこういったもううまく対応できていない国は減ってきてますけれどもで国務省などはに言わせると中東には,は別だとやはり地域緊張があるからだというような言い方をされますそういった言い方でうまく中東の問題に何とか対応しようとしているんだと思いますでも将来ずっと先を見てみると 例えば北朝鮮、核兵器のない北朝鮮、もしかしたら、この原子力協定をアメリカと結びたいと思うようになるかもしれない。でも、そういう協定は大変な交渉を必要とすることになるでしょう。でも、もちろん韓国。 などううなるかということいこにされますもちろん韓国には韓国の、えー、この言い分があるでしょうけれどもやはりこの、えー、この虹の中のこの,、えー、この一角獣といういわゆるこの非常に楽観的に見た場合にということですか はい、あの詳細なご説明ありがとうございます。これも今後に非常に生かせるあのご説明をいただいたかなと思います。改めて感謝を申し上げます。ではあの少し時間をもう過ぎてしまっておりますので、えー、残念ながらあこの回をここで終了をさせていただこうというふうに思います。えー、最後いくつか事務連絡をさせてください。えー、今…あ あごめんなさい。全員に行かなかった。通訳にしか送れなかった。すいません。チャットで今お流しをしましたけれども、アンケートを皆様にご記入のお願いをしております。こちら、アンケートクリックしていただいてお答えいただけますと幸いです。参加者の方にもまた結果をお伝えでき、登壇者の方ですね、お伝えできればと思っておりますので、お楽しみにしていてください。また、こういったシンポジウムの運営等ですね、また、このシンポジウムを終えたら報告書等も出してですね、この活動を続けていきたい。 特に今日のテーマであれば再処理が何とか日本で問題があるということをもっとまずは国民にも知らせていきたいというふうにも思っておりますので、えー、ぜひそういった活動を支えていただくお気持ちを持っていただける方にはあ ND の会員になって支えていただければ大変ありがたく思いますそしてえっ、ー、とまたあお願いになってしまいますが最近ですねちょっとテーマは違うんですけれどもお今中国とアメリカの安全保障の問題でですね非常に日本は今後台湾有事の際にどうするのかという安全保障の 課題が非常に大きくなっていますその点について私ども新外交イニシアチブではあフィリピンの経験東南アジアの経験に基づいた書籍をつい1週間前にですね出しておりましてちょっと画面がずれましたねはい米中の狭間を生き抜くという,う、まあ、フィリピンは基地を一度全部アメリカの口を追い出してその後今中国とアメリカの間の、まあ、バランスをうまく取りながら両方ともしたたかにという単語はぴったりなんですけど付き合っているという国でして、まあ、日本はどのようにアメリカとも 中国ともいい関係を結んでいけるのかというところを記した本になっていますもしよろしければお手に取ってお読みいただければ大変ありがたく思います それからですね、この今のビデオは、あもしちょっと内容が難しかったので、もう一回聞いてみよう私も裏でいろいろジムをやっていたもの、ジムの次は誰でしょうか考えながらだったので、もう一回改めてこれビデオで見て、しっかり学んでいかなきゃいけないというふうに思っているところなんですが、あ少し後にはなりますけれども、あのサブタイトル、通訳などもうまく入れてですね、YouTube に上げていきたいと思っていますので、ご覧いただければ幸いです。その次でにですね、NDYouTube チャンネルに登録を 押ししていいたただけるとまま大変嬉しく思いますで最後になるんですけれども、2日間にわたって素晴らしい通訳を押してくださいました。メリー・ジョイス様、矢部み智子さん、本当にありがとうございましたあの。本当にこの通訳がなければですね、この2日間の素晴らしい内容を全く聞くこともできなかったかと思いますので、皆様ぜひ通訳のお二人に温かい拍手をお送りいただければ幸いです。本当にいつもありがとうございました。 えー、事務の方の連絡他はよろしいでしょうかもしあればあ声出していただければと思います。ほよろしいですかね。はい。えー、では、あの素晴らしい2日間の会ありがとうございましたあ。改めて登壇者の皆様にも拍手をお願いいたします。 これにて、この6カ国の方がご参加をされるという素晴らしいシンポジウムを終了したいと思いますひで、すね具体的に今後を変えていくために、ですねアメリカもヒッペルさんがいらっしゃって、ドイツもヘルマンさんがいらっしゃって、日本は鈴木達郎さんか、飯田哲太さんか分かりませんけれど、あのそれを支えるですね活動をして、日本の状況もなんとか変えていきたいと思いますので、日本の方、そして世界各国からご参加の方、今後も私ともに力を貸してください。 どうぞよろしくお願いします本日は本当にありがとうございました